アイアンフィスト APS、アイアンフィストとは、ハードキル型のアクティブ防護システムである。設計は、イスラエルのイスラエルミリタリーインダストリーズが担当し、モジュラー設計によって、軽量多用途車から重量級の走行戦闘車両に、渡る範囲の車体への搭載が可能である。コンセプトは IMI により2006年に示された。また、2007年中期には、 イスラエル国防軍による試験に入ることが予期された。このシステムは幅広い種類の脅威に対する試験に成功し、この中には RPG、対戦車ミサイル、また戦車から放たれるヒートや運動エネルギー弾が含まれた。この装置は、ラダエレクトリック・インダストリーズが開発した固定式のレーダーセンサー、およびエルビットシステムズの子会社であるエリスラ社が開発した。 付属の受動型赤外線検知器により、飛来する脅威を探知する。脅威が差し迫っている際には、炸裂する投射迎撃隊がその前方へ打ち出される。迎撃隊は、脅威となるものの非常に近くで炸裂し、破壊もしくは、これを反らして、弾頭を起爆させることなしに安定を失わせる。このためには炸裂の爆風効果のみが用いられる。迎撃隊のケーシングは、 可燃性の素材で製造されており、そこで炸裂によって生成される破片は存在せず、副次的な損害を最低限にする助けとなっている。アイアンフィスト APS の取得は2009年6月に認可された。このシステムはナメル装甲変員輸送車に搭載されることになっていた。2010年11月、イスラエル国防省はシステム開発用の予算停止を公表した。 2011年5月、本システムはアメリカでの試験中に、運動エネルギー弾を呼び、メティスタイ戦車ミサイルを迎撃した。2013年初期、イスラエル国防省は、イスラエル国防軍の車両に用いる、個体、第2世代 APS の協作において、IMI のアイアンフィストと、ラファエル・アドバンスド・ディフェンス・システムズ社製のトロフィーの、双方を試験した。 この当時、両方のシステムは共に第一世代の水準だった。双方のシステムとも2010年まで並行して予算が投下されたが、この時に国防省のアイアンフィストに対する資金参加は中止され、トロフィーの調達が開始された。2012年、国防省は2つのシステムを1つに統合しようと、試み、アイアンフィストの迎撃隊とトロフィーのエルタ。 システムズ製レーダー及び C3 システムを利用する案を採用した。両者は平等のパートナーとならず、代わりにラファエルが主契約者として従事したため IMI は協力を拒否した。2013年に起こった裁判の後、第2世代 APS の完成は数年以内に成就するものとされている。IMI はまた、 国際的な市場にアイアンフィストを出品しようとも心を見ている。ありがとうございます。